はい、カパーチェ袋、カッパ園長です。じゃあ今度はね、台湾の蔡英文総統からね、また日本に向けて心温まる、メッセージ、が寄せられたんで、ちょっとそれをね、紹介した後、この福島沖のね、この地震あったじゃないですか。まあこの蔡英文総統のメッセージもそうなんですけども、でその後で、中国の人たちのね、反応でちょっと興味深い反応があったということで、ちょっと順番に見ていきますけど、まず台湾蔡英文総統からは、まあこれ画面どうでしょう、確認できますかね。一応内容をお伝えしますと、福島県と宮城県を中心とした震度6強の大きな地震が発生しましたが、日本の皆さんが無事でいることを信じています。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。日本の皆さんにとって支援が必要であればいつでも台湾は駆けつけますということで、まあ、いつもこの方はね、日本に対してメッセージ発するときは日本語でね、発信されますよね。うん、まあこのような今読んだ通りのね、こういった内容の、まあ、ツイッターですよね。13日夜遅く、福島と宮城で震度6強の激しい揺れを観測した地震について、台湾の蔡英文総統が14日ツイッターにて日本語でメッセージを送ってくれましたと。この中で蔡英文総統は、日本の皆さんが無事でいることを信じています。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。日本の皆さんにとって支援が必要であればいつでも台湾は駆けつけますよと、そういうね、実にこう温かい人間味あふれる、まあついこの間ね、たまたまですけども、あのサウザーの件で、ね、蔡英文総統のこの日本と台湾の、漫画あの交流について、まあ、メッセージを発信された時のお話をね、動画でお届けしましたけれども、やっぱりなんかこういう形でね、アプローチしてく、る方々、まあ、国のね、まあ、代表ですからね、蔡英文総統ね、うん、やっぱりこういうメッセージを受け取ると、やっぱりなんかこう台湾とはね、蔡英文総統一人を見て台湾のすべてをどうこうっていうのはちょっと違うのかもしれないですけども、やっぱりどっかね、なんかやっぱ違いますよね。うん、あえて特にどこの誰とは言いませんけども、うん、なんかやっぱりこの台湾ね、とは理解し合えるんじゃないかとかね、共に、進んでいくことができるその可能性をやっぱり感じざるを得ないですよね。感謝しかないですよね、こういうメッセージをねいただくとね。うん、さてじゃあその後なんですけども、中国の方からね、これが日本の凄さだと、日本で発生した大地震の被害状況に、中国人が衝撃を受けていると。おそらくこれも建物のだから建築技術云々だっていうお話は確か昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、なんかそういうお話はしたことがあったと思うんですけども、うん、で、ちょっとね、多分そういう格好になるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね確認していきましょうかね。うん、まあ、とりあえずちょっと内容を見ていきましょうかね。13日午後11時7分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード 7.3 の地震があり、最大震度6強を観測。気象庁は2011年3月に起きた東日本大震災の余震だと見ていて、今後1週間程度は同程度の激しい揺れに注意するように呼びかけている。今回の地震でこれまでに100名以上の人が怪我をして、広い地域で停電が起きて、一時期92万戸を超えてたんですよね。で14日朝にはまあほぼ復旧で、福島県では2カ所で土砂崩れが起きるなど、東北関東地方に非常に大きな影響を及ぼしたと。で今までのところ犠牲者は確認されていないそうですけども、ちょっとね、もう直近の今まさに現状っていうのはちょっと分かんないんですけども、そうですね、中国でも今回の地震のことは大きく報じられていて、中国版ツイッターでは半日以上にわたってトレンド1位になっていたと。へ、マグニチュード 7.3 という大地震ながら、大規模な家屋や建物の倒壊に至らなかったことに対して、やっぱりそうですよね、建築技術ってやつですよね、車庫や小屋の倒壊は数十件報告されてるんですけども、まあ、驚きや称賛の声が相次いで寄せられていたということで、ですから、まあ、今回コメントはほとんど中国の方からってことになりますかね。ちょっと見ていきましょうかね。マグニチュード7以上ってかなり大きい地震だよね。犠牲者や怪我人が少ないといいんだけど。とか、しかし日本の家は本当に頑丈だな。とか、
こんなに巨大な地震なのに建物倒壊がほとんどないなんてすごいよねとか、日本で暮らす善良な中国人、日本人、その他国の人たちがみんな無事でありますように。うん、うん。で、次の人が日本の建物の耐震技術を率直に称えたいとか、倒壊がほとんどないなんて日本の一般家屋の質の高さがよくわかるよねとか、日本の家ってマグニチュード8でも壊れないんじゃないのとか、原発に影響がないといいけど全世界に影響が及ぶしとか、マグニチュード 7.3 の大地震で建物の倒壊がほとんどない、これが中国だったらどうなってたかな、しかも最近のデベロッパーによる仕事だったら、俺は親日でも親米でもないけれど、ただし認めるべき点は客観的に認めた方が良さそうだとかね。あと、まあ今度は日本に暮らす方かな。今までいろいろな地震経験したけど、昨日は本当に怖かった。とにかく揺れる時間が長かったんだ。確かにね、かなり長かったですよね。で、次の人が、自然災害だけはどうすることもできないけど、とにかく犠牲者出ないことを願ってるよ。で、次の人、日本は長年地球や自然を傷つけてきたからな、自業自得だとでも言いたいんでしょうかね。で、それに対して、もっと科学的になろうよ。日本は活断層帯の上にあるんだよ。何でしたっけ、なんとか山地震。もう自然の仕返しなのか、自家なんとかに陥ってるぞ。って突っ込み入れられてますかね、中国の人にね。で、次の人、人的被害が最小限に抑えられることを祈っているとか、かなり大きな地震でも日本では家屋は無事で、怪我人とかも最低限に抑えられた。この規模の地震が中国で起きたらはっきり言って、物的人的被害は甚大だっただろうな。次の人、日本人の自然災害の被害を軽減する能力は本当に見事だ。災害をどうしても起きてしまう以上、被害をできるだけ軽減することが重要だよね。次の人、マグニチュード 7.3 の地震で建物の倒壊がほとんどないってどういうことなのかな。で、日本在住の人が、マグニチュード7規模の地震なら日本ではそこまで大きな問題にならないよ。で、次の人が、まあ中にはね、日本沈没、かっこにっこりで、まあこういう人もまあ中にはいますよね。で、それに対して、こういうこと言い出すやつは人間じゃないよね。また中国の人に突っ込み入れられてますかね。で、次の人、日本の建築技術は裏切らないんだよ、とか、もし来世で生まれる国選べるなら、俺は日本に生まれて日本人として生きてみたいよ、とか、倒壊が今のところ一件もないなんてさすが耐震技術の王国だね、とか、息子が東京で一生懸命働いている、だから昨日の夜は心配で寝れなかった、すべてが順調に復旧しますように。で、次の人、日本の地震対策はかなり質が高いよね。建物倒壊が原因で犠牲者が出ることはかなり稀だよね。で、次の人、新年迎えてから一番驚いたニュースだったね。日本人の平安を願っているよ。で、次の人、この規模の地震で犠牲者が出ない国が日本。で、次の人は、マグニチュード 7.3 の地震で建物が崩れない、これが日本の凄さだよな。で、次が、中国の都市部で、大地震起きたらどうなるかな、高層ビルが揺れに耐えられるのかどうか、かなり心配だよね。で、次の人、日本はただただすごいな、マグニチュード7を超える大地震だぞ。次の人は、日本から帰国した知り合いの話だと、日本人はものすごく真面目に仕事に取り組む国民とのことだった。建物が大地震にも耐えたのを見る限り、少なくともエンジニアリングの質は一流のようだね、とか、あの規模の地震で倒壊がゼロとかありえないよ、とかね、日本は心から敬意を抱くに値する国だね、とか、日本は世界で最も進んだ国の一つで、地震に対する備えも万全の状態だ。世界が日本を見習うべきだと本当に思うよ。と、まあ、ちょっとまあ、キリがないんでね、この辺で切り上げさせていただきますけども。まあ、ちょっとね、やっぱりほら、これもね、特にどこの誰とはあえて言いませんけども、明らかにやっぱ違いますよね。うん。まあ、結構ちょいちょいそのね、彼らと比較して、中国のこういうところが、あれですよねっていう話は結構いろんなところでいろんな人がねされてると思いますけども、うん、まあなんていうかそのね、反日 200% のあの人たちとは明らかに違いますよね。まあ若干こう非人道的なリアクションもね、まあ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 ありましたけども、まあそれよりは、要はしかもね、それに対するそのね批判の声、誹謗中傷の類みたいなのはやめようよっていうね、諌めるコメントがあったのがちょっとね、あ、やっぱあの人たちとは違うんだなっていうところですよね。で、これが中国だったらっていう意見がすごい多かったですよね。うん。
で、まあ、そういう意見にはその同じ中国人から、まあ、その賛同、うん、まあ、グッドクリックですね、いいねが多数つけられていたんですよね。うん、まあ、実際にこの被害に遭われた方はね、うん、早くね、復活というか立ち直れるというか、うん、昨日も言いましたけどね、応援、まあ、我々日本国民同士じゃないですか、まあ、応援ももちろん応援はそれでね必要だと思いますけど、こう共に乗り越えていくスタイルが僕はやっぱりね日本国民としては一番しっくりくるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、うん、もうコロナと合わせてねしんどい人はねたくさんいらっしゃいますんで、なんとかね、なんとかこれへこたれずに、一緒に乗り越えていけたらなと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。